2023年10月17日、防衛省装備庁が将来兵器として開発を進めているレールガンを、海上自衛隊の試験艦アスカに搭載した上で洋上発射試験が実施され、世界で初めて洋上の艦艇からレールガンの発射に成功したことを明らかにした上で、その際の様子が撮影された動画を12月1日に同庁の YouTube 公式チャンネルにおいて公開したよ。また海上自衛隊からも10月17日、陸上装備研究所が実施するレールガンの開発状況についてのプレスリリースを発表し、海上自衛隊は、このような新装備品の研究開発に際して、自衛艦隊レイカの開発隊群に所属する試験艦アスカを活用していると明らかにしたほか、同日付の SNS の XQ Twitter への投稿においては、自衛艦隊司令官の斉藤聡海将が防衛装備庁の下北試験場を訪問して、レールガンなどの最新の装備品開発状況を視察した際の様を写真付きで紹介しているな。ただし、この洋上発射試験が実施された日程や実施した海域などについては、防衛装備庁も海上自衛隊も明らかにしていないみたい。今回はそんな防衛装備庁が開発中のレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回の洋上発射試験に使用された試験艦アスカは1995年3月に就役していて、海上自衛隊としては15年ぶりに登場した試験専用艦で開発隊群技術評価開発隊に所属して省力化やステルス化を目的とした艦載兵器実験艦として運用されていて、他に同型艦はないんだ。なお、アスカという艦名は、海上自衛隊における試験艦の命名基準である名所旧跡のうち、文明文化に関する地名から考えられ、日本の古代大和朝廷が栄えた地である飛鳥奈良県飛鳥村にちなんで命名されたよ。飛鳥は基準排水量4250トン満載排水量6200トン全長 151.0 メートル全幅 17.3 メートル深さ 10.0 メートル喫水 5.0 メートルの大きさの艦体を持ち、これは護衛艦で言えば村雨型基準排水量4550トン全長151メートル全幅 17.4 メートルや高波型基準排水量4650トン全長151メートル全幅 17.4 メートルなどの汎用護衛艦 DD に匹敵するね。遮ろう甲板型の船型が採用されていて、監視と艦底に新型の水上艦用ソナー OQSXX が設置されているな。そのため、停泊中に闘病したイカリアチェーンが OQSXX に干渉するのを避けるために、ソナー設置位置から遠ざけるように艦首が鋭く突出しているのが艦型紙の特徴となったぜ。この OQSXX は艦首バウドーム内に設置されたシリンドリカルアレイ CA と艦底に長く配置されているフランクアレイ FA からなっているが、予算の関係上から通常左右両舷に配置される FA は片舷のみ装備されているらしい。また艦橋の形状にも特徴があり、4層の艦橋の最上部にはレーダーの試験機材を搭載するための構造物が設置されており、就役時にはその構造物に射撃式装置3型 FCS3 の試作アクティブフェイズドアレイエイサーアンテナが4面に配置されていたよ。この FCS3 はその後2000年平成12年に〇〇式射撃式装置として正式化され、最大捜索距離 200km 以上、最大追尾目標数300個という高性能な射撃式装置となったね。ちなみにアスカに搭載されていた FCS3 試作品の部品は、試験終了後ヒューガ型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH ヒューガと伊勢の2隻に転用されていて、エイサの素子を取り外したアンテナの大枠3機がヒューガに、1機が伊勢に搭載されているぜ。このエイサアンテナはすべて撤去され、レーダー機器室にはカバーがかけられていたが、2014年平成26年以降は FCS3 の性能向上策の一環として開発された X バンド多機能レーダーの試作機が搭載されて海上試験が実施されていたな。また、乗員72名の他に試験要員として100名を収容可能で、海上自衛隊の自衛官として初めて女性自衛官が乗艦した艦として知られ、艦内居住区や病室などについても男女別に設置されているらしい。
洋上射撃試験を撮影した動画ではアスカ艦上のどこにレールガンを配置したかなどについては明らかにされていないが、海面の動きなどから航行する艦上から発射されたことはよくわかり、世界初のレールガンの洋上発射を撮影した動画であることは間違いないと見られているね。搭載されているレールガンは防衛装備庁が青森県の下北試験場において、艦艇の交番を想定したとされる2枚以上の交番に対して発射した結果、それらを撃ち抜くことに成功したとされるレールガンと同型のものとされ、このプロトタイプは砲身となるレールの全長が約6メートルあって総重量は8トン、口径は40ミリメートルと小さいものの弾から体を極めて高速で射出することが可能で、試験データにおいては発射速度として秒速2297メートルが記録されるなど非常に高速であり、これはマッハ7に相当する速度で時速にすれば約8568キロ毎時なんだ。現在の海上自衛隊護衛艦の主砲である5インチ砲運区45の初速がおおよそ秒速800メートルとされており、陸上砲ではアメリカ陸軍の 155mm 榴弾砲 M777 の初速が秒速 827m とされていることなどに比べて3倍近い速さで弾から弾が発射され、この弾から弾が目標に衝突した際にはそれ自体が爆発力を持っておらずともかなりの破壊力を発揮するんだって。レールガンの構造は平行に設置された2本の電極棒のレールの間に金属で作られた小さな弾から弾を挟むという単純な構造で、その2本のレールに瞬間的に大きな電流を流すことで強大な電磁気力ローレンツ力を発生させ、その反発力によって金属の弾から弾を射出する電磁砲と呼ばれる兵器で、これまでのように火薬を装薬として爆発させて砲弾を射出する火砲と違い、弾から弾が音速をはるかに超える高速で射出されてかつ長射程を得ることができることから、大気圏外を飛翔する弾道ミサイルや近年において中国やロシアなどが実用化して配備している、マッハ5を超える速度で飛翔する極超音速兵器などを迎撃するための装備として期待されているよ。しかしながら、電磁力を発生させる2本のレールと弾から弾との間に大きな摩擦力が発生し、この摩擦による弾から弾の発射エネルギーが大きく損なわれるため、その損失分を補うためによりに大きな電力が必要とされ、レールガンに接続する電力供給システムが巨大なものとなり、それを設置するための広いスペースが必要となるほか、超音速に加速するためには強大なレールが必要となるなど設置できる場所が限られることから艦上への設置は難しいとされてきたぜ。また、この大きな摩擦力によって砲身となるレールが1発射するたびに激しく摩耗し損傷してしまい、連射すると弾から弾の発射速度が低下するエロージョンと呼ばれる現象が発生することもレールガンの実用化を妨げる欠点とされていたな。そのため防衛装備庁では連続射撃を可能とするべく研究開発と実験を実施し、レールガンに大出力の電力を連続して供給可能な新たな放電方式の研究開発が進められてきたと見られているほか、砲身レールの摩耗を防ぐ新素材の開発や採用などが進められたものと見られ、これらの実験によって弾丸の初期位置付近のレールに特に顕著に現れる損傷を抑えることが可能となったとされ、これまで単発でしか撃てなかったレールガンにおいて120発の連続発射実験に成功し、発射したすべての弾から弾の初速において秒速2000メートル以上を達成したとして、2023年11月に開催された防衛装備庁技術シンポジウム2023において関連資料を公表したよ。防衛装備庁はこの成果について新たな対策を施したレールガンによって、高初速の弾丸を安定して繰り返し撃つことを可能にするという研究開発目標が実現されたと説明したな。防衛省では将来レールガンの研究費として2022年度令和4年度に65億円、2023年度令和5年度では160億円をそれぞれ計上していたが、2024年度令和6年度は238億円を盛り込んでレールガンの早期実用化を目指しているほか、ドローンを撃墜するための高出力レーザーや高出力マイクロ波など最先端技術兵器についても研究開発を進めていくとしているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2024年7月、ファーンボロー航空ショーで披露された、日本、イギリス、イタリアの3国共同で進行中の GCAP の最新有人戦闘機の実物大モックアップを見ていくよ。なんとでデルタウィングへの変更や、その他の注目すべき新機能が盛りだくさんだな。次期 XF9 の行方も知りたいところだが、なかなか情報が出てこないぜ。今回はそんな最新有人戦闘機などについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本とイギリスとイタリアの3家国が推進している GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおいて、その中核を担う存在とも言うべき有人戦闘機について、この2024年7月に新たな動きが確認されたよ。それはこの月にイギリス本土の南部にあたるハンプシャー州のファーンボロー空港ので開催されたファーンボロー航空ショーで、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが披露されたことによるものだね。今回のファーンボロー航空ショーは、2024年7月22日から26日にかけて延べ5日間開催されたが、その中の展示物の一つとして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップが登場したぜ。ここで披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、イギリス側で同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が展示したもので、従来までとは異なる仕様となっていたな。それは今回の GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップでは、その主翼はこれまでのラムダウィング形式からデルタウィング形式へと変更されていた点だね。一般的にラムダウィング形式に比してデルタウィング形式は、機体の飛行時の高速度の発揮がしやすく、主翼の面積が広いことから、その内部に搭載される燃料タンクの容量も比例して大きくなると考えれているよ。したがって披露された GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップからは、単純に燃料タンクの容量が増した分だけ航続距離も伸び、作戦行動範囲が大きくなったことが伺えたな。加えて今回のファーンボロー航空ショーにおいて、GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップの詳細な所言らは明示さなかったものの、機体そのものもかなり大型であったことは見て取れたぜ。世界初の実用化されたいわゆる第5世代戦闘機の祖であるアメリカはロッキード・マーチン社の F-22 ラプターはもちろん、それに続く機体として日本の航空自衛隊も導入を進めている同社の F-35 ライトニング2もその最大のセールスポイントは優れた機体そのものステルス性にあるんだ。故にこれらのいわゆる第5世代戦闘機においても、そのステルス性能を最大限に発揮させるためには、搭載する兵装を機体内部のウェポンベイに収容する必要があり、その収容力が機体の戦闘能力を左右すると言っても過言ではないだろうね。今回のファーンボロー航空ショーにおける GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機の実物大のモックアップは、少なくとも現在航空自衛隊が装備している F2 や F35 ライトニング2よりも大柄な機体であることは間違いないよ。したがってそれらの機体よりも当然数量重量ともに多くの兵装を搭載することが想定されていると考えられ、ことに航空自衛隊にとっては、同機が代替することが求められているな。また、現行の F2 が搭載可能な4発の空対艦誘導弾を超える数の同兵器の運用が見込まれていると思われるぜ。その意味において GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、純粋な敵機との快適を想定した機体というより、いわば現行の F-15 イーグルの最新型などが担い得る戦闘爆撃機という区分に近いと言えるのかもしれないね。そこから想起するに今後の航空自衛隊の戦闘機の役割分担としては、最も旧式な F-15 イーグルのアップデート版が哨戒任務を、F-35 ライトニング2が制空戦闘を、そして GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が対艦対地攻撃を担うことが有力視されるんだ。GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機は、現行の F-35 ライトニング2に比べれば機体がかなり大型化している点からも、
制空戦闘任務という部分については後者に一任するコンセプトではないかと思われるぜ。そもそも今後の主力戦闘機たる F-35 ライトニング2については、高度な機体のステルス性能と強力なレーダーセンサ類、そして他の同盟国をも含む友軍とのデータリンク機能を駆使し、敵からの捕捉を避けつつ先制攻撃によって航空優勢を確保することが期とされているな。これに加えて GCAP グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機においては、多数の無人航空機を完成する機能を有し、航空優勢を確保するための司令塔的な役割を担うことに主眼が置かれているようにも感じられるよ。ただし興味深いのはいわゆる第5世代戦闘機とみなされている。日本を含む西側諸国で事実上のディファクトスタンダードとも目される F-35 ライトニング2派。敵の航空機に対する成功法での空中戦での実戦経験はほとんどないという点だろうな。最近紛争の拡大が世界的に懸念されている中東方面において、イスラエル空軍は F-35 ライトニング2の自国仕様である I 型を実戦投入したとも言われているが、敵機に対する制空任務ではなく、対地攻撃用途に使用されているという側面が強いぜ。こうした F-35 ライトニング2のイスラエル空軍における活用事例を鑑みても、今の紛争や戦闘でいわゆる第5世代戦闘機同士が空中戦闘を行うような展開はあまり想定されておらず、その傾向は強まりこそすれ、減少する可能性は少ないように見えるよね。また GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の開発をめぐっては、イギリスの2024年7月の総選挙の結果で政権を脱出した労働党のスターマー新政権は、その計画の見直しを示唆するなど政治的な変化も見受けられるぜ。イギリスで新たに誕生した労働党のスターマー新政権は、2035年に実戦配備を目指すとされてきた GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機について、より目先の軍事力の強化を優先するかもしれないとの報道もなされているね。これはひとえに2022年2月に正規し、この2024年8月もウクライナ側の劣勢が伝えられているロシア・ウクライナ戦争を鑑みて、イギリスは旧ソ連の崩壊以後、これまでは緩めてきていたロシアに対する警戒を再び強化する方策を模索しているゆえとも考えられているためだと思うよ。その意味ではイギリスは既存の主力戦闘機であるユーロファイタータイフーンの最新型の数を確保する方が、目先の脅威に対抗する上では有効でな投資なのではないか、という議論にも一理あり、今度の動向にも注目が注がれているな。何やら逆説的な話ではあるが、イギリスにとってロシア・ウクライナ戦争が長期化していなければ、有人戦闘機の開発についても将来を見通した上での投資という選択に重きが置かれていたものが、2035年の実戦配備では遅いとの意見も一定の評価を獲得しているとも言えるぜ。ただしイギリスと日本との安全保障環境において大きく異なるのは、前者はいかにロシアとの再びの対峙が喫緊の課題となっていることに比べ、日本のそれは著しく海軍力の増強を推し進める中国の存在である点が大きいってわけだ。すでに単純な艦艇数において中国海軍はアメリカ海軍のそれを凌駕した上、さらに驚異的な速度でその数を増加させており、日本においてはそれらに対抗するには、長距離攻撃が可能な対艦兵器の整備を行う必要に迫られているからね。そうした兵器を現在の日本の岸田政権は、敵の防空網の外側から攻撃することが可能なスタンドオフミサイルの配備で行う方針を打ち出しており、GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の兵装もその一つに位置づけられるものだろうね。今回は GCAP プログラムの一環として開発されている、新型有人戦闘機の実物大モックアップがファーンボロー航空ショーで初公開されたことを詳しく紹介したぜ。デルタウィング形式への変更により、機体性能の向上と戦略的な可能性が広がるこの新しい戦闘機について、その技術的詳細や戦闘能力、そして今後の展望について深く掘り下げてみたね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
台湾南部の主要都市である高雄市において、その港に専用の施設を設けて建造が進められているのが、台湾の国産による潜水艦の1番艦にして2020年11月に寄港、2023年9月に進水を果たした海鯤なんだ。海鯤はこの昨年2023年の進水式に際してその名を付与された潜水艦だが、現在では建造場所の高雄市の港において、今後台湾海軍に引き渡しを行うための事前の研修テストが行われている段階にあるな。今回はそんな台湾初の国産潜水艦である海鯤について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。こうした状況下で台湾国防部の故国防部長、日本でいうところの防衛大臣、また他国では国防大臣や国防長官に相当は、この2024年9月18日に海鯤が来年2025年3月末から4月頭の日程で海上における研修テストに臨む予定とコメントしたよ。これらの海上での研修テストの結果が順調に推移すれば、同年末の11月には台湾海軍への引き渡しが実現するスケジュールになると目され、2020年11月の寄港からおよそ5年を経て実戦配備される可能性があるんだ。この台湾初の国産潜水艦である海鯤は、様々な推定値が報じられているけど、基準排水量が約2500トン、全長が約 80.0 メートル前後、全幅が約 8.0 メートルほどの艦隊の規模を持つものと考えられているね。ちなみに日本の海上自衛隊で現在就役中の潜水艦は大きく3種類、古い順から親潮型、双流型、そして最新鋭の太平型があるが、台湾の海鯤は、その中でも最も旧式の親潮型にほど近い規模感に見えるぜ。日本の海上自衛隊の親潮型は、基準排水量が約2750トン、全長が 82.0 メートル、全幅が約 8.9 メートルほどの艦隊を持ち、以後の双流型、太平型はケレより少しずつ大型化してきているな。そして今の日本の海上自衛隊の最新鋭の太平型潜水艦は、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルまで達しており、台湾の海鯤に比すれば一回り大きいことが使用上の数値からは伺えるね。太平型の中で進水式を経て命名を受けた艦の中では最も新しいのは同4番艦の雷鯨であり、2023年11月に進水を終えているんだけど、その建造費はおよそ702億円と公表されている状態なんだ。これに比べると台湾初の国産潜水艦である海鯤は、試作型でかつ最初の艦艇であるという経緯もあり、建造費は現段階で日本円にしておよそ2200億円に達すると目されており、潜水艦の建造に必要な設備投資の大きさが感じられるよ。台湾ではこの海鯤を皮切りに、2025年から2038年までの14年間で同型艦を7隻建造する方針であるため、以後は2年に1隻ほどのスケジュールで造成を予定しているが、その総建造費は日本円にしておよそ1兆2700億円と伝えられているぜ。単純にこの1兆2700億円を7隻で割って1隻あたりの建造費を考えるとしても、その額はおよそ1814億円ほどと大きく低下するとまではいかず、いかに自国産の兵器を継続的に生産できるのか、その体制を確立することの難しさが忍ばれる形だと言えるだろうな。日本の海上自衛隊で現在就役中の親潮型、双流型、太平型と同様に、台湾初の国産潜水艦である海鯤もその後の同艦をベースとした量産型の7隻も、機関部にはディーゼルエレクトリック方式を採用した通常動力型の潜水艦なんだ。日本の海上自衛隊の場合、機関部は親潮型はディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機という構成だったんだけど、双流型の10番艦まではこれにさらにスターリング機関を追加し、非対機依存推進を実現させたものだったよ。そして双流型の最終の2隻。11番艦以降にディーゼル機関とリチウムイオン製の蓄電池と発電機という構成に変更され、鉛製よりも大幅に性能向上が可能となったリチウムイオン蓄電池の採用で、スターリング機関は廃止されたね。これが鉛製からリチウムイオン製の蓄電池の採用が可能となったことで、
水中の貴重な補助動力として採用されていたスターリング機関を不要とするパフォーマンスを得たことで、今の大芸型にもつながる機関構成に改められたぜ。そもそもスターリング機関はそれを水中での補助動力とすることで潜水艦の連続航行時間や行動半径を拡張することを機として搭載されていたわけだが、機関自体が非常に大きく重く、それに反比例して水中での速力は最大でも5ノット程度しか期待できない非力さではあったわけだ。これを蓄電池を鉛製ものからリチウムイオン製のものを実用化できたことで不要とすることが可能となり、海上自衛隊では前述した通り双流型の最終の2隻を、最新鋭の大芸型でもこの形式を踏襲しているよ。台湾が初めて国産化を行った潜水艦である海鯤もそれらと同様の機関構成を採用しており、今後は韓国でも同様の機関構成が主流になると目されており、通常動力型潜水艦のトレンドは非対機依存推進一辺倒ではなくなりつつあるように見えるね。また艦尾の舵においても、日本の海上自衛隊では双流型から従来の十字型から X 字型に改めており、これにより4つの全ての舵が艦の方向を変える働きと、姿勢の制御を担う働きが可能となったぜ。この X 字型の舵は、艦の水中での機動性を大きく向上させることに貢献するとともに、仮に何らかのトラブルによって1枚が稼働できない事態に遭遇しても、他の3枚でカバーすることで艦自体の稼働状態を維持することが可能となったと言われているな。台湾の海鯤はこの X 字型の舵を当初より採用しており、その意味ではまだその採用に至っていない韓国海軍の潜水艦よりも、艦の状況下で先んじているとも言え、通常動力型の潜水艦としては先進的とも感じられるよ。潜水艦という兵器の特性を考えた場合、いかに深く潜航できるのかという潜航深度がその性能を示す尺度の一つとして用いられることも多く、飛行量ながら海上自衛隊の大芸型などは500メートル以上の潜航が可能ではないかとも言われているね。日本の海上自衛隊の潜水艦の場合、今や最大の仮想敵国となって久しい中国と対峙するのは、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋方面とかなり広い海域にわたり、中には水深の深い海域も含まれており、潜航深度も軽視はできないと思われるな。翻って台湾は、日本以上に中国と対峙する状況にあるとはいえ、大陸の中国と島である台湾を隔てている台湾海峡は、その幅は最短箇所でおよそ 130km ほどでかつ、半分以上の海域が水深は 50m 以下と極めて浅いわけだ。そのため、台湾海軍に求められる潜水艦の潜航深度は、敵のものよりも深く潜るということに重点を置く必要性は薄く、潜水艦の潜航深度の優位性で中国に勝ることは戦術的も戦略的にも大きな意味は持たないだろうな。台湾は中国が軍事的に侵攻を決断した場合、ミサイルや航空機からの対地攻撃の後、完全に占領するには地上部隊を上陸させる必要が生じるため、その上陸部隊を乗せた艦艇を潜水艦で撃沈することを機としていると思われるよ。一説には中国大陸と台湾と艦の台湾海峡は、前述した通りわずかな距離しかないとはいえ、上陸部隊を乗せた艦艇が比較的容易に動かせるのは、1年の中でも4月かもしくは10月の2度の期間しかないとの見方も多いらしい。これは台湾にとっては非常に大きな地理的気候的な自然のアドバンテージであり、今のロシア・ウクライナ戦争に見るように地続きではない環境は容易に敵の戦力の上陸を許さない方向に左右していると映るよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。